次に山岸一成君。山岸君。立憲民主党の山岸一成です。よろしくお願いいたします。さて、本法案の問題意識として自転車が加害者になるケースが増えていると、これを防いでいこうと、こういうことだと思います。私もその問題意識、前提認識共有しているんですけれども、同時に思うのが、自転車側が被害者になるケース、当然こうしたことも防いでいかなければいけないし、自転車利用者を守っていかなければいけないと、こういう課題もあるわけなんです。その観点からいくつかまずお伺いしたいと思うんですけれども、そもそもなんですけどもね、今自転車が関係する事故全体の中で、自転車が加害者になるケースと被害者になるケースというのは、それぞれどれぐらいの割合になっているのか、この関係を教えてもらえますか。早川交通局長。お答えいたします。令和5年におきまして、自転車関連事故は72,339件、発生しております。うち、自転車が第一当事者となる事故は17,607件、自転車が第二当事者となる事故は54,732件、ございます。お尋ねの自転車が被害者となる事故につきましては、第二当事者となる事故ということになりますが、その割合は 75.7% となっております。委員長。山岸一成君。はい、ありがとうございます。 75%、 つまり4分の3が自転車側が被害者になるケースだということなんですよね。ここはきちんと押さえておく必要があるんだろうと思うんです。で、そこでなんですけれども、本法案の検討に際して有識者検討会というものを開いていらっしゃいます。この中で交通事故のご遺族の方からヒアリングをされているんですけれども、こうしたご遺族というのがですね、今のもちろん問題意識は自転車が加害者になるケースの、ヒアリングが多いんだと思うんですけれども、その中に自転車が被害者になられたケース、自転車がいわば自動車にはねられて自転車利用者が亡くなったそのご遺族の方っていうのは、こういったヒアリングの対象には含まれていたのかいなかったのか教えてください。早川交通局長。お答えいたします。有識者検討会におきましては、交通事故の被害者の遺族2名の方からお話を伺いました。うち1名は交通事故被害者のご遺族の会の方でありました。それからもう1名は自転車と歩行者の事故で亡くなった歩行者の方のご遺族でございました。ご質問になりました自動車と自転車の事故で亡くなった自転車の運転者のご遺族の方は、この2名の方には含まれておりません。山口一成君。そもそも全体で2名しかいないということも含めてどうなのかなというふうな思いもいたします。やはり自転車というのは圧倒的に被害者になるケースの多いわけであって、そういったことの実情というものもきちんと踏まえていただきたかったというふうに思います。私の地元練馬でも、先日自転車の方が飲酒運転の自動車にはねられて亡くなるケースが大変痛ましいケースがございまして、やはりこういった事例ということが実際のその交通事故全体の中で見た場合には多いんだということはご留意いただきたいというふうに思います。で、本法案が成立したときにですね、こういったその自転車利用者の被害者への救済というものが、マイナスに働かないだろうかという懸念が1点ありますから、確認をさせていただきたいと思うんです。どういうことかと申しますと、自転車が加害者になったケースの罰則を強めると、規制を強めるというときにですね、被害者になってしまった場合でも、それが自転車利用者側の落ち度にカウントをされるというふうなことがあり得るんじゃないかということなんです。例えば、スマホを手に持ってましたと、自転車の方が。その方が事故に遭って怪我しましたというときに、何か保険金の手続きに際してですね、これあなたの落ち度ですよね、というふうな形で、減額されたりと、あるいは自賠責が払われないとか、そういうようなことが起こり得るんじゃないだろうかというふうに思うんですけれども、これ、大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、本改正に伴ってですね、自転車が被害者になった場合に、自転車利用者側の過失がより重く認定されやすくなって、賠償額ですとか、加害者側、つまり自動車側の刑事責任というのが目減りするといいましょうか、そういうふうになってしまうって恐れはないのかどうか、いかがでしょうか。委員長。松村国家公安委員長。
今回の法改正によりまして、自転車の交通事故防止のため、自動車が自転車の側溝を通過する際における安全を確保するための規制といった新たな交通ルールを定めることとしてございます。交通事故における捜査にあたりましては、加害者と被害者の事故時の走行状況や双方の供述といった捜査を踏まえまして、個別具体の状況に応じて、加害者の刑事責任が判断されるものと承知をいたしております。今回の改正で新たに設けられる交通ルールに、被害者が違反したかどうかについても、委員ご指摘のように、捜査を行うこととなり、加害者側の刑事責任の判断にあたって、考慮される要素の一つになりますが、具体的な刑事責任は個別具体の事実に即して判断されるものであると考えております。本改正をもって、ご指摘のような刑事責任が目減りするというようなことがあるかどうかについては、これはなかなか一概には申し上げられません。いずれにいたしましても、適切な刑事責任の判断がなされるよう、適切な捜査を推進するように、警察を指導してまいりたいと考えております山口一成君、はい、私、この本法案の問題意識、理解しているつもりなんですけれども、やっぱりそういった中で、ですね、前提として、自転車は交通政策全体から見れば弱者の側にあると、被害者になりやすい側にあるということ、また今、国としても自転車の利活用を促進する立場でやってらっしゃると思いますので、そういったことが、おろそかになってはいけないということは、きちんとご認識をいただきたいというふうに思います。続けてのテーマに参ります。携帯電話の使用禁止でございます。本法案には、先ほど本庄議員も議論しましたけど、携帯電話の使用等の禁止というのが含まれています。これちょっと言葉の語感の話にもなってくるんですけども、携帯電話使用禁止って言われると、一般的にはこう、電話しちゃダメだよというふうに思う方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ただ、私、必ずしも本改正の狙いはそこではないというか、そこにとどまらないというふうに思うんですね。というのが、そもそも今、携帯関連の事故の中でですね、おそらくは電話そのものよりは、スマホの画面を見てるっていうことの方が、おそらく数としては多いんだろうというふうに思うんで、これはまず事実関係をお伺いしたいんですけども、携帯電話使用中の自転車事故の中で、通話に伴うものと画面中止に伴うもの、それぞれ割合っていうのはどれぐらいなんでしょうか、教えてください。早川交通局長。お答えいたします。自転車運転中の携帯電話、あるいは先ほどのスマホ、こういったものの通話や画像中止による交通事故は、平成26年から令和5年までの10年間でありますが、836件発生しております。うち、携帯電話等の通話による事故は87件で 10.4%、携帯電話等の画像中止による事故は749件で 89.6% を占めているということになります。山口一成君。もう圧倒的な割合ですよね、9対1で、スマホの画面を見てるということが、直接的には事故の数として圧倒的に多いわけでございまして、これは大臣、今後ですね、この本法案が成立した後にさまざま広報啓発されると思うんですけれども、そういうときに、携帯禁止っていうふうに言うと、必ずしもこのメッセージが、シンプルに伝わりにくいんじゃないかなというふうに思うんですね。むしろ、先ほど大臣からもご発言あったけれども、ながらスマホ禁止ですよということを、はっきりと重点的に打ち出すということが必要ではないかなと思いますけれども、この点の問題意識、いかがでしょうか。松村国家公安委員長。ご指摘のとおり、最近の自転車の携帯電話使用による事故を見てみますと、運転中に携帯電話を中止している状態、いわゆるながらスマホの状態による事故が増加をいたしております。このような行為を特に防止する必要があると認識をいたしているところでございます。今回の改正によりまして、ながらスマホが禁止されることや、このような行為による事故の危険性があることを明確にやはり広報、啓発する必要があると考えております。どんな単語が、しっかり、皆さん、国民の皆さんに届くのか、いろんな検討をしながら、目的語が達成できるような形のメッセージ性のある、検討をしてまいりたいと考えております。山口一成君。もちろんね、法的用語ですから、正確性はもちろん大事なんですけれども、やはり国民に分かりやすい伝え方ということは工夫をいただきたいというふうに思います。続けて、青切符の導入に関してお尋ねをしてまいります。先ほど、本庁委員からも質問があっ
で、失礼、笠井委員からも質問があって、検察庁からお答えありましたけれども、警察の側にお伺いしたいと思うんですけれども、ちょっと一問飛ばさせていただいて、まあ、今、現状の赤切符の制度では、まあ、圧倒的に、結果的に不起訴処分が多いということで、お咎めなしになっちゃってますよねということの中で、今回、青切符が導入をされるという話になりますと、おそらく現在、赤切符で処理をしている事案の、まあ、大半が青切符に移行すると。いうことを想定していらっしゃると思うんですけれども、この割合というのをですね、現在のこう見通しとして、どういうふうに持ってらっしゃるのか、何か数字があればお示し願いますか。早川交通局長。お答えいたします。まず酒酔い運転をしたものや、交通事故を起こしたものといったものにつきましては、交通反則通告制度の対象とならないという前提がございます。その上で令和5年に検挙いたしました自転車の交通違反を例にいたしますと、検挙件数44,207件から、酒酔い運転の101件、あるいは少し具体的な違反名の分類ができない754件を除外いたしますと、交通反則通告制度の対象となりうる検挙件数は43,352件となります。そのほとんどが交通反則通告制度により処理されると仮定いたしますと、その比率は約 98% となります。山口一成君。なので現在の赤切符のほとんどが青切符による処理に移行するということになるわけですね。で、そうしますと、まあ、先ほど不公平感の議論、逆転現象の議論がありましたけれども、それも重ねてお伺いしていきたいと思うんですけど、現状では赤切符の方はほとんど起訴猶予になっていると、刑事罰はないという中で、98% の方が青切符になって、反則金制度になると、これはまあ今、自動車の場合は、98% から 99% の方が納付をされているわけですから、まあ、皆さんも自転車に関しても同様の納付率を期待されていると思いますので、大半の方がお金を納めるということが想定をされるわけです。そうしますと、より悪質なものとしてあえて赤切符になった人は、結果不起訴になるのに、それよりは軽微な違反で青切符を切った人はほとんど納付をしなければ、まあ、納付することが求められるという、この逆転現象が起きてしまうわけでありまして、これは検察の、もちろん一義的には処理ではあるんですけども、警察としてもですね、やっぱり赤切符のその後の処理について、起訴率が上がるような取り組みということは必要ではないかなと思うんですね。具体的には、まあ対象者をきちんと絞り込んでいくということ、またあるいは起訴を前提とした事件処理を行っていくこと、さまざま考えられると思うんですけれども、この赤切符制度の運用の見直しに関しては、今、どういうふうなことを検討されてますか、教えてください。早川交通局長。お答えいたします。自転車に交通反則通告制度を導入した場合、先ほど申し上げましたとおり、そのほとんどが交通反則通告制度に処理されることとなるものと考えられ、赤切符が適用される事件は減少することが予想されます。赤切符により警察が送致した事件、これにつきましては、刑事手続きにおいてどのように処遇されるかは、検察または裁判所の判断によるところとなりますが、警察におきましては、個別具体の事案に応じて、厳正かつ適切な判断が行われるよう、関連証拠を収集するなど、必要な捜査を行ってまいりたいと考えております。山口一成君。それ今の一般論のご答弁、まあ、一般論のお話なんで、もうちょっと中身をお聞きしたいんですね。つまり、現状の赤切符、自転車関連の赤切符というのは、もうほとんど起訴されない、不起訴になるという、まあ、前提で、多分おそらく現場もね、お忙しいと思うんで、ある意味こう機械的な処理であったり、まあ、定型的な処理をされているというふうに思うんですね。それをこれからより悪質なものに絞り込んで、不公平感、逆転現象が生じないように処理していくためにはね、その赤切符の運用の見直しということが必要じゃないかということをお聞きをしているわけなんですね。何かその現状の
マニュアルがあればそれを見直すとかですね、何らかの具体的なアクションが必要ではないか必要ではないかというのが私の問題意識なので、ちょっともう少し、細かいところ教えてもらえますか。早川交通局長。お答えいたします。今回交通反則通告制度が自転車に導入されますと、これまでも答弁いたしましたとおり、定型的あるいは明白なその違反行為というものにつきましては、いわゆる青切符によって処理をされます。逆に申しますと、赤切符として処理するものにつきましては、例えばですけれども、酒酔い運転とか酒気帯び運転という違反の対応として、材質として悪質性あるいは危険性が高いといった行為が違反行為が赤切符の対象となります。従いまして、我々としてはこうした赤切符の対象の行為に関してより捜査を行い、これを可能な限り厳正な対処がされるよう努めていきたいと考えております。山口一成君。ぜひ逆転現象が生じないようにここは留意いただきたいというふうに思います。最後のテーマでございます。自転車運転者講習制度に関してお伺いいたします。これは直接本改正そのものとは関係ありませんけれども、影響があるんだろうと思われるテーマです。10年前になりますかね、この自転車運転者講習制度が導入されまして、やはりこういった自転車関連のルールが変わる大きなタイミングですから、こういった制度も見直していく、検証していくいいタイミングではないかなと思って質問させていただきます。現在この講習制度はですね、受講されている方、年間500人ぐらいとお聞きをしておりますけれども、今改正によって、自転車の違反が積極的により摘発をされるというふうになりますと、この講習の対象者もおそらく増えるんではないかなと想定をされるわけなんですけれども、政府参考にお伺いしますけれども、この講習制度の近年の受講者数と、本改正によってどれぐらい増えると見込んでいらっしゃるのか、見通しをお伺いいたします。早川交通局長。お答えいたします。自転車運転者講習、この制度は、この制度の運用が開始されました平成27年6月から、令和5年12月までで延べ3047人が受講をしております。令和2年以降の年間の受講者数は500人台で推移しておりましたが、令和5年は631人と増加しております。今後の受講者の増加数の見通しにつきましては、これをなかなか申し上げることは難しい点もありますが、警察官の街頭活動の強化などによって一定程度増加する可能性があるものと考えております。山口一成君。数は分からないけれども、増えるということなんで、増えることが見込まれるんであれば、この機会にですね、運用、何か課題があれば見直す必要があるんじゃないかなと思ってご提案をさせていただきます。というのが、この現在の年間500人っていうのはですね、これ、中途半端に少ない数だと思うんですよね。一都道府県平均で年間10人ってことですよね。だから、所轄の警察署から見れば、年に1人いるかいないかっていう事案なわけです。で、その人について、呼び出して、日程調整をして、準備をして、3時間でしたかね、3時間の講習を受けると、こういう仕組みになってます。だから、運転免許の更新みたいにですね、免許センターでまとめて流れ作業とは全く質が違うタイプの講習で、いわば半日がかりのマンツーマン指導ということになりますので、おそらく警察現場は結構これは負担が大きいんじゃないかなと、私はかつて新聞記者としていわゆる札回りもさせてもらいましたけれども、非常に人数が少ない中で回している地域の所轄からすればご負担も多いんじゃないかなと。それでありながら一方で手数料が6,000円、運転免許の更新3,000円ですから、なんとなくこの事務負担に見合ってないようにも見受けるわけなんですね。そこで最後、これ提案でございますけれども、この講習制度に関して、受講料の増額であるとか、あるいは集団での受講等ですね、運用の見直しということを、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。お願いいたします。早川交通局長。
お答えいたします。ご指摘ありましたとおり、自転車運転者講習は、現在講師1人に対し、原則として受講者3人程度を対象に行うこととしており、1回の講習時間は3時間となっております。講習におきましては、自転車の交通ルールの理解度のチェック、あるいは事故時の自転車運転者の責任、受講者が起こしやすい事故場面の危険予測、討議などを行っている状況です。この運用方法につきましては、当面の間は現在の運用を継続することとしておりますが、交通反則通告制度の実施状況を見ながら、必要に応じてその運用を見直すこととしたいと考えております。山口一生君。時間ですから終わります。ありがとうございました。